オーストラリア&ニュージーランド共催の女子ワールドカップに出場しているオランダ女子代表の FW、リネス・ビューレンシュタインの発言が注目を集めた。米ネットワーク、CNN は、オランダのスター選手が、ビッグマウス、なアメリカの敗退を喜んだ、と報じている。フォト、長谷川優衣のダブルピース、直本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル。なでしこジャパン FIFA 公式ポートレートギャラリー。現地8月6日、ラウンドオブ16でオランダは南アフリカを相手に 2-0 の快勝を収め、ベスト8進出を決めた。その日の第2試合では、アメリカがスウェーデンに 0-0 からの PK 戦の末に敗退。アメリカが女子ワールドカップでベスト4を前に姿を消すのは史上初の出来事だ。オランダとアメリカは同じグループ E でしのぎを削り、直接対決は1対1のドロー。オランダが首位通過でアメリカはかろうじて2位で決勝トーナメントに駒を進めていた。そんな中、準々決勝を翌日に控えた木曜日の記者会見で、ビューレンシュタインが正直な気持ちを吐露した。アメリカ敗退のニュースを聞いて、やった、バイバイ、と感じたと語り、だって大会の早い段階から、彼女たちは大きな口を叩いていたから。決勝のこととかそんな話ばかりしていたのよ。私は何かのおしゃべりをする前に、まずはピッチ上げで証明するのが先でしょうと思っていた、と理由を明かしたのである。さらにユベントスでプレーする26歳 FW は、そういう意味で失礼なことを言っているのではない。大会から去ってしまったけど、今でも彼女たちをリスペクトしている。と前置きした上で、やはり先のことを話すべきじゃない。今後への教訓にしてほしいと思う、と思いを述べた。今日金曜日、オランダはベスト4進出をかけてスペインとCUを決する。その試合の後、いよいよなでしこジャパンが登場。こちらは日本時間16時30分キックオフで、アメリカを下したスウェーデンと準々決勝を戦う。